こんばんは。皆さんこんばんはです。今日は火曜日なんですけど、まあ学生さんとかは春休みですかね。普通に社会人の方は平日だったと思うので、お仕事の方が多かったのかなと思います。お疲れ様でした。あんまりフードをかぶってること 気にしないでください。気にしないで。大丈夫。気にしないで大丈夫。気になるかもしれないけど。ギフトありがとう。皆さんギフトありがとうございます。春でございますね。春でございます。まだ桜見てないです。こんばんは。春だねとか言いつつ桜見てないですね。うん、りのちゃんめっちゃ可愛い。ありがとう。かわいい。ありがとう。そういえばタワーをもらってお礼を言ってなかった気がする。りのんちゃん。ちょっと待ってください。
ゆのちゃん、タワーありがとう、遅くなった、ごめんね。ありがとう。髪の毛がボサボサなんでフードかぶってるだけで別にあれですよ、特にあのそれ以外理由はないか、髪の毛がボサボサだからフードかぶってるだけかな。そうだね、会いに来てね、待ってます。7周年ツアー当選おめでとう。東京10683かしわもち、桜もち、ありがとう、ありがとう。こんばんは。
ギフトありがとう。レフトさん、空飛ぶドラえもんさん、ジャボテンさん、コータさん、チリーさん、くももさん、猿山さん、カジさん、東京1068さん、ブンさん、チャイコさん、プリンさん、バラちゃん、カイザースジさん、ハルキングさん、みかんさん、あおさん、和彦さん、空飛ぶドラえもんさん、カイザーソゼさん、マカサーさん、フィリップさん、アオさん、マサキさん、ムーさん、銀色金魚さん、タカユーさん、チバニャンさん、リノンさん、マナブンさん、タカユーさん、ムーさん、ヨッシーさん、アオさん、フィリップさん、ジャボテンさん、さわやかさん、しんいちさん、わらちゃん、すれやまさん、ずんみんさん、ふみっとさん、ぞうさん、さわやかさん、あっちゃさん、レフトさん、がんばりーさん、ジームスさん、スリオさん、ジャボテンさん、ハバーズさん、くじまささん、あんちゃん、ギフトありがとう。みつるんさん、お団子たくさんありがとう。三色団子ありがとう。くじますさん、ちゃいこさん、あんちゃん、ざんたくさん、ウミガメさん、ゆうきさん、ゼファーさん、ゆうきさん、ハルキングさん、ノギンさん、ギフトありがとうございます。イルロサさん、トシヤさん、せいちゃん、大根さん、ニハヒナーさん、すずねさん、つかさん、しんぼうさん、ありがとう、ギフト。今日も好きだよ、ありがとうございます。喋ることが特にないかな。正直な話、喋ることが特にないんだけど、何喋ろうかな。何か質問があれば受け付けます。100個、多いか。じゃあ30個今日何食べた？あ、ゆきりかとお昼ご飯行きました。お肉食べました。鉄分を補おうということで、お肉お昼食べに行きました。はい、一つ目。1/30。ご実家にいた頃はお花見行ってましたか？行ってませんでした。お花見っていうイベントを毎年スルーして生きてきた人生でした。小さい時はね、幼稚園とかはの時代はお母さんと近所の子の子と一緒に行ってたりしたけど、大人になってからお花見に行くことは、ちゃんとしたお花見に行くことは一度もありません。なんか通りがかるとかはあるけど。花より団子、私と一緒ですね。
あ、たかさんギフトありがとう。よくレッスン期間よくこれ飲む食べるとかあったりするのかな。ありませんないです。特に私はなんか絶対これっていうものがないですね、はい、やってみたい。ネイルの色はナチュラル原色。ナチュラルなやつは最初やってみたいですね。はい、4個目。起きる時間は決まってますか？いいえ、決まってません。毎日バラバラですはい、5個目。キヨさん、和彦さん、ギフトありがとうございます。30分の5。お風呂でどこから洗えますか？頭。はい、30分の6。今からコンビニ行くんだけど必要なものある？じゃあバニラアイスをお願いします。30分の7。最近見始めたドラマ、最近ね、ネットフリックスに最近出たあのスリーバディ、なんていうんだろう、3体っていうドラマを、なんかめっちゃ黒いんですけど、それをずっと見てます多分今8。階段登るとき右足と左足のどちらから行きますか？右足。はい、9 9です。面白くない？あれ、なんかちょっとさ、見てる人本当に話し合いたいぐらい好きな洋服のブランド、好きな洋服のブランドですか？最近いいなって思うのは、フレイ ID とか買ったことないんですけど、いいなって思ってますね。はい、多分10個。キノコですか、タケノコですか、何か、どっち派かってこと？私はタケノコ派です。11。3体、小説がめっちゃヒットした。そうなんだ、小説からのドラマなんだ。あれめっちゃ面白いと思ってずっと見てるよ。待って、体洗うときこれ2つ目同じの出たんだけど、頭です。こんばんは。タケノコ派です。タケノコの里です。キノコも美味しいけどね。
座右の銘はありますか？なんか四字熟語で青天白火って書いて青天白実なんかめっちゃ指動くこれかな座右の銘。はい、12個。 STU の中で一番好きな曲は何ですか？一番を選ぶのが難しいので何個か言うと、風を待つ、僕はこの海を眺めてる、短日植物、これが私の好きな曲たちです。13、多分13個。質問答えた。あと17個。ラーメンは醤油、味噌、塩、豚骨。豚骨です。14個目。今あやぱん卒業までに高崎あや子でなんとかごとはありますか？なんとかごとってなんだろう、お仕事のことかな。高崎あや子でのお仕事はないかもしれない、わかんないです。15多分15。行きたい外国は、行きたい国ですか？今はイギリスに行きたいです。16個目。ウミガメさん、桜餅ありがとう。ん？高崎あや子でしてみたいこと？なんだろう。思い出振り返りイベント。スタバで好きなメニューありますか？私は、カフェラテのデカフェにするのがすごい好きです。でバニラシロップ入れるのが好き、それかホワイトモカ。今何個目かな。17ぐらいかな。17、あと13個ぐらい答えよう。カレーは飲み物か食べ物か。食べ物ですね。飲み物ではないですね。あと12個。こんばんは。12個。そうだな。何答えようかな。
チャイコさん、お団子ありがとう。広島で一番面白い場所？なんか広島ってさ、真面目な場所ばっかりだから、その面白いの種類、興味深いの部分で面白いだったら、あの興味深い、なんか勉強になっていろんな歴史を知ったり詳しくなれるっていう意味の、あのファニーじゃなくてインタレスティングの方で、あのインタレスティングの方で面白いなって思うのは、あの原爆とかの関係のなんか施設、原爆資料館とかだったりするんじゃないかなって思います。でも娯楽とかで面白いなって思うんだったら、やっぱりそうですね、うん、厳島神社とか、うん、の方がまあ普通に楽しいんじゃないかな。厳島神社がファニーなんか分からんけど。スンデブさん、桜餅ありがとうございます。あと11個答えよう。ズーミンさん、フッキーさん、ギフトありがとうございます。ポピポピポポピポ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 ポピポピポポピ。ディズニーより面白い宮島。そうなんだ。座礁って何？こんばんは。鉄兄さん、団子ありがとうございます。キヨさん、ハートありがとうございます。こんばんは。もみじまんじゅうで好きなメーカーさんありますか？私は絶対生もみじが食べたいです。もみじまんじゅう食べるってなったら。サンドのもみじまんじゅうは生もみじまんじゅうで決まり。アジナンさん、ジャボテンさん、ギフトありがとうございます。あと10個答えよう。お供えしてもいいですか？何を？どれを？どこに？私をお供えするの？生もみじまんじゅうを？生もみじまんじゅうはいいんじゃない？私をどこかにお供えするんかと思った。あ、待って、私がお地蔵さんみたいに見えるってこと？なんだと？ゴリラ、おいゴリラ、てめえはゴリラだろ。やばい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 、アイドルらしからぬ言葉が出てしまいました。やばい、怖い怖い。おほほおほほ。
あの違うんですよ、私あのね、あのはい、あの女性らしい部分と男性らしい部分をすごいあの持ち合わせておりまして、私は、はい、なのであれなんですよね、ちょっとあの気性の荒い部分というか、あの男兄弟と喧嘩する時の自分とですね、はい、あの女の子らしくする時の自分がね、あのはっきり分かれてるんですね、そういうことあとあとじゃあ10個質問を答える。アウテウルスさん、桜ありがとうございます、頑張ってください、君の方こそ頑張って。丸日野さん、団子ありがとうございます。最近のブーム、最近はどう、かなりストレート、テレテテレチャチャ、最近のブームか、最近のブームはその三体っていうドラマを見ることです。なんか海外のドラマなんですけど、サンバディ、スリー、サンバディじゃない、スリーバディっていう、なんだろうね、何系、ジャンルで言うとなんだろう、あれSF? SF? え、何なんだろうあれ、なんかよくわかんないジャンルは、でも面白いので見てます。あと9個、白黒さん、かわいいギフトありがとうございます。カワチーズ、カワチーズ、カワチーズ、シリとアレクサが口喧嘩したらどっちが勝つと思いますか？私が勝つと思います。何？通りすがりですが、なんで今日星女？何星女って？ネズミ女？誰がネズミ女じゃ？あ、あ、あ誰がネズミ女じゃ。なりさん、団子ありがとうございます。
あとじゃあ8個ぐらい答えます。好きな人を振り向かせる方法とかありますか？好きな人を振り向かせる方法、それは好きな友達、恋人にしたい人、好きな人、無理やり気分を上向かせる方法ありますか？ないです。ない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 諦めてください。恋人にしたい人、あお恋人にしたい人振り向かせる方法ですか？後頭部に、でっけえ石を投げ込みましょう。でっけえ石を投げて、投げたら振り向きます。それは失恋まっしぐらですね。終わった終わった。あ、そうだな、じゃあちょっと真剣に考えてみますね。わかりました。好きな人を振り向かせる方法ですか？ゴミがついてなくてもトントンってやって、なんかここの近くにゴミクスついてたよ、ゴミクスがついてたよって言って、そしたらんってフルメイクじゃないですか。白い糸クスがついてたよって言って、そしたら好きな人振り向くんじゃないかな。分かった分かった、じゃあもっと真剣に答える、恋愛相談に。連絡はしてますか？連絡は LINE はしてますか？ LINE をしているのであれば、何すればいいんだろうね、振り向かせる、なんか共通のね、話題があればいいんだけどね。チャイコさん、団子ありがとうございます。あ、あれはなんかさ、スタンプのギフトをさ間違えて送っちゃってさ、あ、ごめん、ちょっと送る人間違えたみたいなの言って、でなんか話が発展するとかどうですか？間違える系、あのなんかハンカチ落とす系どうですか？そうそう、お金が発生するけどしてみます。だいだいさん、ねぎりんさん、団子ありがとうございます。ウミガメさん、桜ありがとう。スルーされた時に悲しい、あ、寂しい、もうそんなスルーする人はこっちから願い下げですよ。そんなね、って
え、なんか LINE でギフト届いた、え、なにこれ、ごめんってなんか返事が来て、うーんって終わるんだったら、なんで返事返さないんだ。アシーナさん、たまご豆腐さん、ギフトありがとうございます。嫌ですよそんなの。こんばんは、いいね、楽しそうですね。いいな、私にその楽しさ分けてください。いいね。アウテウルスさん、卵豆腐さん、ギフトありがとうございます。じゃああと質問、7個答えようかな。こんばんは、ヤボテンさん、団子ありがとう。次は握手会復活するかな、知りません、わかりません、知りません。アルバムタイトル、うん、ミラクルとかじゃない。最近春を感じた出来事、最近春を感じた出来事、なんだろう、うん、なんか桜柄の商品が出てたことかな。あと4つ、どんな女の子がタイプですか？どんな女の子がタイプ？ハキハキと喋る女の子。さっぱりしてる女の子です。お、なんかちょっと面白そうな質問が。会社の後輩が人妻、そうなんですか。奥、誰かの奥さんってこと、片思いしてしまったんですか。もうそれはダメです、諦めましょう。誰かのものになってる時点でもうそれはあなたのものではないんです。小地里さん、だるまありがとうございます。ヤスさん、ジャボテンさん、ギフトありがとうございます。でもね、そうだね、難しいですね。
気持ちはあるんだもんね。確かに。なんかその例えばね、彼女がいるとか、彼氏がいるとかさ、奥さんがいる、旦那さんがいるって、もう相手がいる状態の人のことを好きになったりしたら、まあ、気持ちはね、それはねいいことだと思うんだよね。うん、すごいその人のね魅力的な部分をあなたは見つけることができたっていう、それ自身あの悪いことではないので、あの別にあ好きになってしまったっていう罪悪感は持たなくていいと思う。相手がいるのにとか思わなくて、それは全然 OK だって、当たり前のことだもんね、人のことを好きになるのは。だがしかし、もうそれはもう呪いましょう。はい、早く別れろ、早く別れろ最悪呪え、はい、呪え、相手を呪え、呪え、絶対不幸になれ、絶対不幸になれ呪っちまえ、早く別れろ、早く別れろ、この縁早く切れろ、早く切れろって言って、呪って、その、はい、自分にとっていいタイミングが来るのを待ってくださいいや、そんなね、あの強欲に生きていきましょう皆さん。あの犯罪はいけませんよ、犯罪とかその倫理にね反することは。でもね、あの心の中で何を思うかはそれはあの大事じゃないわ、あのそんな人に言わなかったら心の中で思ってることなんて自由なので、はい、口に出したり誰かに言いさえしなければ、気持ち的にね自分勝手に呪おうが、その人のことを好きになろうが、全然あのいいので、もっとあの気持ちは強欲に生きてください。で、あの普段のねその生活の中で犯罪やそのルールに反することね、それはモラルがない、倫理に反してるね、そういうことをしてたらちょっとアウトなんですけどそう、なんか正直ねバレなかったらいいんですよ、自分の心の中でね。はい、では、私ももうもちろん何人も呪ってきました。もう滑ら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 、はい、今この目の前で滑って、尻餅をつきやがれ、はい、何人も呪ってきました。はい、でもそれはですね、あの本当に私があの被害を被った人に対してです。あの本当にいいな、この人には幸せになってほしいなって思う人にはですね、ちゃんと幸せを願ってます。ただこの人は人としてどうなんだろうとか、なんで私はこんな迷惑をかけられてるんだろうって思った人に対しては、今すぐ見えない糸に引っかかってすってんころりんしろって呪ってますね。転べ、転んで尻餅をつけ。はい。そう。例えばその列のね、順番抜かしをしてきた人とかね、順番抜かしをしてきた人とかにはね、
絶対この人に回ってくる食べ物は生焼けで、その生焼きの食べ物がお腹が当たってお腹を下せ下せ、美味しいものが美味しいお店で有名だけどたまたままずいやつに当たれ、塩と砂糖間違えたやつに当たれって思って呪えます。はい、そんな感じで、そんな感じで、はい、心の中で思うのは自由なので、なんでもそういうね、願いは通じるみたいな部分あるのでやってみてください。うん、でもそれはそういうなんかこう自分が被害に遭った人だけじゃなくても、なんかその好きな人に対してもね、あ、この人本当になんか一生ついていきたいな、ずっと尊敬してます、本当にいいことがこれからも起こってほしいなとかっていうのは、もうそれはそれはさ、いい念も全然念じていいんですよ。はい、でも呪ってもいいし、幸せを願ってもいいし、それは心の中で思うのは自由なので、なので、まあその話に戻るけど、そのご結婚されてる方を好きになられた場合、その気持ちは悪いことではなくて、すごく尊いこと、人のことを好きになるっていうのは自然なことで素敵なことだから現実は難しいかもしれないから、あの二人は絶対別れろ、あの二人は絶対別れろってあのはい、呪ってくださいもう気が済むまで、で気が済んだらもう忘れましょう、それでいい、それでなんとかなりますはい、解決ですね、私の手にかかれば何だって解決するんですよ。サトシさん、コロンさん、コウタさん、ウミガメさん、空飛ぶドラえもんさん、ギフトありがとうございます。こんばんは、ブラックアイコジ。私はね、そうですね、なんか例えばその傘の水しぶきがすごいこう当たってるのに全然気づかないとか、カバンが濡れたとかもっとトラックの大きな水しぶきに当たれって呪ったり、まさきさん、くじますさん、ギフトありがとうございます。太子さん、団子ありがとうございます。りのんちゃん、結婚してありがとうございます。結婚して、ありがとう。新幹線は別に座席は倒すものだ、倒したり角度を自由にするものだから、別にそれは何とも思わないかな、それは全然いいよ
何も思わない。じゃあ質問あと3個答えようかな。こんばんは。スピ活では主にどんなことを相談しましたか？お仕事のことですね。私占いに行ったら絶対お仕事のことしか聞きません。それ以外のことにあんまり興味がないですね。自分の今後のことにしか興味がないです。じゃああと3つ質問答えよう。ドロ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 ドダルルルルダルルダルルルダルダダ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 。願いを叶えてもらえる。そうですね、一つ目は私を可愛くしてください。二つ目はお金持ちにしてください。三つ目は小島ニアを私のこと以上に幸せにしてください。これかな。はい、あと2つ、4つにできませんか。あ、この質問で2つのうちの1つがなくなります。それでもよろしいでしょうか。だいだいさん、桜ありがとうございます。私のことを好きでいてくれる人は多分私の家族とか友達とか以外でね、そんな私のことを好きでいてくれるのはすごくありがたいことなので、私以上に幸せになってほしいなっていうのはいつも思いますよ。しんくんさん、団子ありがとう。あと2つ、
と2つ質問に答えます。こんばんは。そうなんす。マジャーやん。バオバブさん、桜ありがとうございます。私も洋服いっぱいあるから譲ろうかな。誰かいる人いないかな。私の服私の服いるかな。なんでみんなが欲しがるの？みんな、私の服は入れてみんなが着るの？着る？ん？着たい？食べる？飲む？服を飲む？なんかみんなにあげたら危険だからやめよう。こんな目で見るからね。じゃあ、質問をあと一つ答えます。タカさん、お団子ありがとう。まっじゃーよ。あのね、そうなんすってね、そうなんすの韓国語バージョンね。そうなんす、そうなんすって、あの
そうだその通りだみたいな意味合いになるんだけど、韓国語でまじゃよってなるんですよ。だからそうなんすがまじゃーよになるんだって。まじゃーよ。しかもこれ声もねこんな感じらしい。マジャーヨン、マジャーヨン。じゃあさ、英語とかだったらさ、Of course とか言うんかな。なんかもちろんみたいな。Of course とか言うの。ちょっとやばいよね、イングリッシュバージョン。そうなんす、イングリッシュバージョン。オフコース。そう。知らんけど多分ね、いろんな国の聞いてみたいよね。あ、で質問あと1個、質問あと1個答えます。はい、質問あと1個、私にいい質問をちょうだいな。モケモケフレンズが私の袖についてますね。何がいいかな。最後の質問。これいいね。愛小路温泉ってどこにありますか。愛小路温泉の場所ですか。愛小路温泉の場所は私がいる場所です。愛小路がいればそこは愛小路温泉になるということになります。出張方式です。ここにはどうやって行きますか。え、つまり私の家に来るってことですか。何、私の家に来ようとしてるんですか。なんで私の家に来ようとしてるんですか。犯罪です。来てはいけません。
愛小路温泉の場所とか愛小路温泉の、まあ、意味とかはですね、まあ、もう皆さんが自由に考えてる場所で大丈夫ですよ。みんなが、まあ、心の中に愛小路温泉あるなと思ったら心の中でもええし、な愛小路が住んでる場所が愛小路温泉やなって思ったらそれはそれでええし、あのもうね、コンサート会場公園の場所とかが愛小路温泉やなって思ったらそこが愛小路温泉でもいいし、なんかもう自分皆さん自身がここが愛小路温泉って言ったらもうそこが愛小路温泉になるっていうことです。はい、愛小路がおるって言ったらもうそこは愛小路温泉、愛小路温泉ってことや。愛小路がそこにおったら愛小路がおったらそこはもう愛小路温泉いうことや。愛小路がおったらそこはもう愛小路や。質問全部スルーされた。私質問スルーしたっけ。全部答えたつもりでおったわ心の中で。ごめんな。全部に答えられんくてごめん、ごめんね、ごめんね、全部に答えられへんくて、ほんまにごめんなさい。ほんま堪忍やで言うて。それがちゃーほんまごめんやで、それがちゃーほんまごめんやで。私さー、私ね、オーディションの時から声が低いなーって思ってて、それでさ久しぶりにあの最終オーディションの時のなんか108番なんとか愛小路です、108番小島愛子ですっていう時の映像を見たんですけど、声がなんかすごい低くて面白かったです。なんか TikTok で見ました。 TikTok で出てきたんですよ昔の映像が。
今の方がいい、あ、今もそんなに高い方じゃないけど今の方がいいなっていうのは思う。でも私ね、声がね通らないんだよね。だからロケとか多分向いてないと思う。私は多分ロケ不向きです。ロケ不向き女です。はい、ファンクラブのイベントなんですけど、なんか歌歌いたいんですけど全然アイドルの曲入れない方がいいのかなってちょっと思った。どっちがいいですか、アイドルソング入れた方がいいのか、それともアイドルソングは別の企画でも全然歌えるからいつも歌えない曲歌うのか。こんばんは。なんか今いた感じ割合的には普段聴けない曲聴きたいですっていうのが多いのかな。普段聴けない曲がいい？こんばんは。ファミ行こうか悩んでる。来てください。1時間ぐらいだって。あれお見送りしよっかな最後。ありがとうね、イエーイみたいなして、ありがとうね。殴りイベント、溝落ちぶん殴りイベント、うる
そんなことしないんですけど。そんなことできるわけないじゃないですか、私が。うん、なんか弱い、か弱い、私がそんな人のことなんか一回も殴ったことないし、叩いたこともないんですよ。握力1グラムとか1キログラムとかの私が人のことを罵ったり叩いたり殴ったりできるわけないじゃないですか。コナって言われた。コナ。1グラムのコナ。コナ。もうありより弱いねんから、ほんまに何にもできへんねん。お箸も自分で持たれへんねん。あ、起こしちゃった。あ、お箸がコロ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 飛んでいっちゃった。どうしよう。はぁ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 、お箸が飛んでいっちゃった。はやはやはや、ふお皿にお皿にお箸が飛んでいっちゃったみたいなキャラなので、私は。よいしょっと。ふう、今日疲れちゃった。あ、やった。休憩のタイムだからクッキー食べちゃおうと。ハムハムハム、サク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 してて美味しいな。ふよ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 。このクッキーサクサクしてて美味しいな。こっちはイチゴのクッキー、こっちはチョコレートのクッキー。一緒に食べるとイチゴチョコになっちゃうんだな。ね、本当に。でももしかしたら本当に私のその本当の素の部分はこうかもしれませんよ、皆さん。ちょっとお姉さんぶってたりするけど、実は本当はこういうキャラが超素かもしれないですよ。はい、そういう説もあります。
しょよいしょよいしょよいしょ、夢がありますね。雨は夜更け過ぎに雪へと変わるだろう。サイレンナイトホーリーナイト、きっと君は来ない、一人きりのクリスマス、クリスマスイブ、おーサイレンナイトホーリーナイト、心深くなんちゃらかんちゃら、ちゃ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 らちゃ、きっと君は来ない、てん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 、サイレンナイト、ドン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 、え？クリスマスじゃない？やめてくださいよ皆さん、クリスマスじゃないなんて、やめてください、クリスマスじゃないの、やめてください。びっくりしましたか。あのさ、私のお母さんさ、めっちゃリアクションが大きいんですよ。一番最初の、例えばなんか忘れ物したとかって時の、はぁってなんかもうあの人が死んでるところをもう第一発見したぐらいの勢いでめっちゃ驚くんですね。あぁみたいな、はぁって言って、でもうみんな家族一斉にどうしたん、え何みたいな言うんですよ。そしたらメガネがどっか行ったみたいな、メガネがなくなったみたいな、 あれ忘れたみたいな、そのなんかね、あのすごいサスペンスみたいな驚き方するんですね。めっちゃびっくりするんですよ。そうなんかすごい懐かしい動画見てたんですけど、お母さんがね、お母さんと私が映ってる動画なんですけど、なんか私がその動画回ってる時に話してて、そしたらお母さんが隣でいきなり「はあ！」って言うから、え「え何？」って言って「パスも忘れた」とか言って、もう心臓びっくりするけどそんな驚かんでってそういうことがねよくあるんですね。そうなんですよ、お母さんの中ではあのパスも忘れたことと、あの火曜サスペンスのあのリアクションも一緒なんですよ。はい、お母さんが火曜サスペンス出たら、あのパスも忘れた時の感情でリアクションできると思います。はい。
めっちゃうまいですよ多分。コウタさんハートありがとうございます。ママコジと旅行行きたいですね。てか旅行に連れて行ってあげたい、お母さんを。お母さんを、お父さんもそうだけど、なんかね、温泉旅行連れて行ってあげたいな。なんか家族だけじゃなくて親戚の人たちもみんな。私が連れて行ってあげたい。これはなんかリップサービスじゃなくて本当に思ってる。私があのいつかね旅行私のお金で行こうって言えるようになったらみんなと一緒に連れて行ってあげたい。みんなのことをね、うん、周りにいるみんなが幸せになってほしい。アッシーナさん、玉三郎さん、デサイズハートさん、たっちゃん、アルレッキーナさん、デサイズハートさん、コウタさん、ケンケンさん、ギフトありがとうございます。そうですね、こんばんは。あともう15分ぐらいで今日が終わるんですけど、じゃあみんなの中で今日はどんな一日だったか教えてください。教えてくれたら私がコメントします。みんなの一日に点数をつけますおー眠くなってきた繰り返されるうまい繰り返されるイメージで今私かな真実はお仕事頑張った100点、結構歩いたので疲れた一日でした。繰り返される時代に今私かな真実は結構歩いて疲れた、お疲れ様100点。雨に打たれた日寒かったね、お疲れ様100点。
タイムカード切ったら忘れた？今日の一日ですか？100点なんでもいいよ。タイムカード切った後なんか大丈夫よ、もう覚えてなくても。こんばんは。風で傘がひっくり返りました。お、頑張りました。お疲れ。100点サガサガ反対で地に見えるあ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 る。それはちょっと120点。チャン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 。あ、こんばんは。私が生きてるのを確認できた。そうね。まあ STU が配信をやりすぎっていうのもあるような気がするけど、まあでもメールもあんま遅れてなかったしね。てか送ってなかったから申し訳ないです。ことことマツケンサンバ。いやー、なんかね、違うんですよ。別に旅行とか行ってたわけじゃなくって、普通に配信してもなんか喋れることがもうなくって、特にだからなんか喋りたいこといっぱいあるんですけど、情報を解禁してしまったら私は怒られるので、もうそれやったら配信せんとこうってなりました。私はね、怒られるんですよ。なんか言っちゃったりして、怒られるっていうか、ね、注意されるんで、もう情報解禁前の話をしてしまいそうな気がして、それやったらもう喋れることないなって思って休んでました。こんばんは。
てててん、俺みんなに質問。四国観光大使ねえ、すごいね。私それすごい嬉しいことだなってめっちゃ思った。パチ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 ピ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 チこれはどうなの、あんなのって、コンサートのこれこれどうみたいな。それで私もね、なんかそう言ってしまいそうになるんですよ、いろんな情報を。でその質問されるのも正直すごくストレスなんですね、答えられないから。だからもうあーってなるから、もうそれだったら配信お休みしようと思ってしなかったです。何してたのとか、いやそれも一つの会話やし、なんかそれも一つのやり取りなんですけど、なんかいろいろもうなんか詮索されるのがすごい嫌なんですよ私。バオバブさん団子ありがとう。それはなんか言えない情報についてですよ。言えない情報についてこれはどうなの、あれはああなのって言われるのが私は本当に苦手で、アルバムの撮影は終わったとか、なんかなんだろう、進んでるの、アーシャの撮影は終わったとか、なんか先のスケジュール言われへんことを聞かれるのがもうめっちゃ嫌なんですよ。7周年のセトリは決まったとか言えないんですよね、発表前の情報なんで。こんばんは。申し訳ない、それはもう本当に。今私が勝手にうんってなるだけなので、それは申し訳ない。私もえさしかさん団子ありがとうございます。
サイズハートさん、桜餅ありがとう。私ね、配信すごい、ね、昔は好きだったんだけど、なんかね、歌えなればなるほどどう配信していいかなんか分かんなくなる時がいっぱいある。昔はなんか純粋に楽しんでたんだけどさ、なんか時間が経つにつれてなんか気になることいっぱい増えて、たまに楽しいって思って配信できなくなる時があるから、そう昔の方が好きだった配信は。なんかいろいろ注意されるっていうか、なんやろうね、なんか私が純粋にうんって思うことが増えたっていうだけなんで、っていうか多分ね、ちょっと自分の時間が欲しい時があるっていうのが本音かな、私的には。そんな毎日毎日配信できるようなあれではなくなったかな、自分の時間が欲しいっていうのもある。それはもう本当申し訳ない、こっちの都合で。こんな正直、なんかすごいこんな正直に言ってしまっていいんかなって感じやけど、じゃあそろそろ時間なので終わります。いやでもなんか何やろ、見てくれてる人がこうやっているから成り立ってることなので、私もそんななんかねいきなりやったりしてその贅沢言えないんですよ。応援してくれてる人がいるっていうのがね前提なので、めっちゃありがたいことなんですよ、待ってくれるとかっていうのは。でも私のペースとかも実際あるから、それは本当申し訳ないなって思って、ごめんね、ほんとありがとう。申し訳ない。ではランキングを読みます。13位バオバブさん、12位ソリオさん、11位空飛ぶドラえもんさん、10位チャイコさん、9位コータさん、8位デサイズハートさん、7位クジマスさん、6位ジャボテンさん、5位ミツルンさん、4位東京1068さん、3位シロフクロウさん、2位ツガさん、1位リノンちゃん。ありがとうございました。
ありがとうございます。本当に皆さんいつも まだ時間あるかな。まだ時間あった。チピチピチャパチャパドビドビカパカパフフ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 フ。チピチピチャ。チピチピチャパチャパドビドビカパカパフフフフ。明日も頑張ろうね。あ？あ？は？は？みんなのこと明日。明日もみんなのこと応援してます。頑張ってくださいませ。きっといい一日になるでしょう。おやすみなさーい。